はい。ではですね、信長の予防対シビズパートキット、群雄集結シナリオの斎藤道三編ね、第12話始めていきます。第11話なんですけれども、あれですね、まあ、掘りもかけられましたっていうことで、兵糧もなくね、カツカツの状況でやっています。はい。で、これ7000で向かってきてるんで、そろそろね、出兵していきたいなと思います。ここが、15000ぐらい持ってくれば足りそうですね。うわぁ、ちょっと兵糧カツカツですね。皆の者、続け！行くぞ！皆の者、続け！ちょっと兵糧がないですね。はい。ちょっとこいつ、ちょっと解散した方がいいですね。はい、これ解散するんじゃなくて、だったらこれ、ここら辺で当たることもできないですね。はい、解散します。これ解散します。これで、兵糧は多少は持つんじゃないのかな？あと何日持つんだろう。あと60日、2ヶ月ぐらいね、これで持つみたいなので、これでいきます。ではね、これね、籠城します。あと13日でね、着きますね。大丈夫ですね。ここはどこだ？どこだ？あー、ここですね。じゃあ、籠城しましょう。籠城方針。籠城で、自動設定で、これで大丈夫ですね。ここ、トトイシ着きましたね。揺るぎません。はい。雪村が武、メイクで語り歌にするがよい。はい、雪村さんね。最高です。強いです。で、あとは、ここどうなんだろう。部署入っちゃったね。じゃあ、これ返しましょう。はい、ということで、今、ここを包囲してるのと、ここの包囲があと何日だ？この包囲があと72日ですね。はい。で、今、戦争が3ヶ月。まあ、包囲も中に落とせる感じになりますね。で、ここがあと19日。で、こっち今落としてるのが、あと53日ですね。こんなとこ攻め行くよりもこっち守った方がいいと思うんですけどね、上杉さんね。敵が我が領内に向かっております。あと14日で来る。14日で1万5000。で、この戦場は、1万5000以上持ってかないとダメ。じゃあこれ持ってかないとダメですね。じゃあこれで、行きます。進め。ちょっと兵糧が厳しい。ちょっとね、休憩をね、兵糧を貯めるね、期間をね、周りの親はくれないんですよね。まあ、勝手にこっちから攻めに行っちゃってるっていうのもあるんですけど。これより表情を行う。あ、なんか、攻撃力アップが来ましたね。あー、軍事、ポイントがあと、ちょっと足りないぐらいかな。じゃ今回取れそうですね。あとは、論議もちょっと行こうかな。
これにて表情を取れますね。はい、取っときます。ゲッチよ。じゃあ兵糧買います。取引を行いましょう。では進めていきます。我が領内に敵が迫っております。あー、こっちにも来るの。3400。あー、じゃあこれ撃って出れば倒せますね。撃って出れば倒せます。じゃあこの辺を見ていきましょう。待機する。制殺与奪すべて勝者の思うがままよ。そしたらここなんかで攻めちゃいます。行きます。ちょっと1ヶ月以内で落とせるんであればちょっとね、無理してでも取りたいですね。いかなる苦難も耐え抜いてみせ。はい、じゃあこれ解散します。兵糧がもうないです。こっちに来た。9600で来たですよね。こっち守り行った方がいいですもん、絶対ね。あー、ちょっと足りないね、日数がね。いや、諦めましょう、そこは。もうここら辺ちょっとね、防衛、兵糧があればね、いくらでも行くんですけど、ここら辺をね、ちょっと重点的にしていきましょう。これ何日だろう。22日。あ、これだったらちょっと落としたい。じゃあこんな感じで。敵が我が領内に向かって、34000。34000。24日。小諸城は、戦場は、あー、これ厳しいね。34000も出したら、兵糧なくなっちゃうでしょう。出しとくしかないね。ちょっと、兵糧足りないけど。じゃあこれ解散します。とりあえずちょっとでも兵糧生産するためにちょっとね、解散します。まあ22日これは取りたいので、まあ解散はさせないで、3500はこれ大丈夫ですね。打って出ればちょっともう削れる場所はありませんので、はい、二人目、武将が入りました。二条行ってみます？出陣する。あー、これちょっと。ダメなパターンですね。107日、あと12日しかの、兵糧がないので、これ解散です。ご命令を。これで、兵糧を買ったあと何日持つことになるかですよね。これで、あと32日。そしたら1ヶ月は持ちますね。1ヶ月は持つけど、もう5ヶ月です。来月ってここはできますもんね。解散します。で、こっちがもう今月中に落とせるはずなんですよ。ここが。あと32日かかるんですね。で、兵糧41日。じゃあ、ここの防衛だけに専念しましょう。成松さんからの防衛ね。気合を入れろよ。この志、必ずや果たす。亀の甲より牛の甲よ。
ここは、あれでしたね。あ、そうですね。場外決定すれば大丈夫なところですね。勝てます。勝てばよい。それが戦よ。亀の甲より、星の甲よ。ちょっと僕は気になりますね。終結まで、あ、もう終結してるのかな？で、あと1日。じゃあ行きます。勝てるでしょ、先着ですよ、こっちが。うわ、負けちゃった。負けちゃいましたね。籠城します。で、これ、あれでしょ、籠城200日でしょ？これ、卑怯かもしれないですけど、講和逃げですね。はい、講和で逃げます、講和で。多分逃げ切れると思います、講和で。集めるにも、ねえ。うん。集めて、倒したところで、うん、兵糧がないんでね。商いを始めましょう。報告しよう。先月の収支。あ、兵糧入ってきましたね。はい、とりあえず、講和します。ガンボさん、こんな方からね、来ないでほしいですけどね。怖。ここはそのまま北畑さん、そのままで。こんな感じですよね。はい。では、ちょうど半分だけ買っておきます。内政建築とかもね、いろいろやってもらいたいので。むしろいただくとしよう。はい、ということで、あれですよね、まあ、なんて言うんですか。ここは、黙ってれば、ね、滅ぶことはなかった、ね、北畑さんですね。はい。では、進めていきます。皆の力、合わせよう。磯野さんが豊臣に振ったと。敵が我が領内に向かっております。あ、別にいいですよ、どうせ。これ、どっちみちね、こうはできるんで。はーい。朝倉さんに、秀忠が行きましたね。この秀忠、頭が悪い武将だと思うんでね、いらない。はい、どんどん壊できてますね。おっと、また、秀吉壊できてないの？先月の終始。これより表情を。まあ、秀吉さんそのうち壊できるでしょ。刀狩りも欲しいね。刀狩りが、論議と軍事か。あとなんか、長宗我部のなんか教えがありますな。軍事と論議。ああ、これ欲しいね。刀狩りも欲しいし。これで、
両方取れないかな。表情を終える。刀狩りは後でもいいかな。サラサラも欲しいですね。あー、刀狩り取れなかった。じゃあ、サラサラ取っときます。あとは大丈夫ですね。ルンバは買わないし。あ、これ欲しいね。購入費用を減るっていうのね。ゲッチよ。兵糧買います。行いましょう。ありがとうございました。あと歩兵大丈夫だよね。特に取ってないよね、多分。ああ、ここ取った、ここ取った。ああ、でも歩兵終わってますね。大丈夫かな。大丈夫そうですね。で、あと、どのぐらいね、いるか。足が6800。どうなんだろう。多分、戻してるところないと思うんですけどね、漏れてる場所ね。あ、歩兵は使ってるんですね。ああ、そしたらなんかおかしいね。多分どっかありますね。まあ、後でちょっと調べます。じゃあ、とりあえず、進みます。志果たさずして、賞は終えられぬな。はい、ということで、豊臣と浅井は豊臣側についておきます。助太刀いたす。ついてあげてるのにもかかわらずですよ。ついてあげるのにもかかわらず、豊臣さんは攻めてきますからね、こいつね。バカですからね。いいじゃんね、豊臣さん左側攻めていけばね、自分西側、東側攻めていくんで、ね。で、二条五所自分がもらえば、東側攻め終わった時にね、ちゃんとクリアポイントもらえるのにね、うん、ずるいですわ。中央に出ようとしなくていいですよ、豊臣さんは。報告しよう、先月の収支だ。ゲッチよ。これもしかしてあれじゃないですか、豊臣さんに浅井家取られちゃうんじゃないですか。100人ぐらい武将いますよ。ここを落としてポンポンってきたら、悔しいな。じゃあ兵糧買います。取引を行いましょう。ああ、半分ぐらいにしといた方が良かったですね。商いを始めましょう。報告しよう、先月の収支だ。ご命令を。これで、あ、ちょっと状況を確認しましょう。勢力状況ね。あ、6857。じゃあどっかあれですね、足軽がいますね。これ減ってないですもんね、毎月経ったもの、ね、護衛していない場所にいますね、これね、足軽が。じゃあちょっと探しましょう。どこにいるか。6800人いるはずなんで。ここに3000いますね。3000発見しました。承知した。あと3800人いるはずですね。あと3800人。この辺はいないですね。この辺もいないですね。こっちの方にいるってことですかな、3800人。3200人いました。あと600人ぐらいいるはずですね、どっかに。
あ、いました、いました、いました。ここで、これで足軽はね、撲滅できましたね、これでね。はい、ということで、とりあえず、兵糧を半分ぐらい買っときます。あとは、ちょっと、内政建築しましょう。ここら辺いらない。順天井立てて、承知した。戦場有利にしときます。で、この辺も、ここいらないね。撤去だ。これいらない。これもいらない。かしこまりました。あ、これどこにも城当たらなかったですね。ここで。あ、この辺もちょっと。撤去で。多分ここの馬はね、当たらないと思うんですよね。あ、ここも当たらない。ここしか当たらない。当たらなかったですね。ここの馬は、ここ行くでしょ。撤去します。で、ここは多分当たらなかったんじゃないのかな。どうなんだろう。ここと行けそうだね。鉄砲はちょっと大丈夫かな。ここかな。あー、ここ戦場費当たらない。しょうがない。ここら辺で行くしかないですね。はい。ということで、じゃあね、第12話はね、この辺ぐらいでね、終了していきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。